ロシア同盟国アルメニアの離反に苛立ち、縮む影響圏、係争地から部隊撤収。南カフカス地方の旧ソ連構成国アルメニアに対する同盟国ロシアの影響力が急速に低下している。ロシアは4月、アルメニアが係争地ナゴルノカラバフをめぐる紛争でアゼルバイジャンに敗北したのを受け、カラバフに駐留させていた停戦維持部隊の撤収を余儀なくされた。アルメニアはロシアとの同盟解消を示唆する一方、欧米への接近を加速。ロシアはアルメニアの離反に苛立ちを募らせている。停戦維持部隊の撤収はペスコフロシア大統領報道官が4月17日に発表。ペスコフ氏は理由を地政学的現実の変化だと説明した。カラバフはアゼルバイジャン領だが、現地で多数派のアルメニア系住民がソ連末期に帰属変更を求め、両国が30年間以上にわたって対立してきた。2020年秋に両国の大規模衝突が起きた際、停戦を仲介したロシアは停戦維持部隊の現地駐留を両国に認めさせ、勢力圏とみなす南カフカスで影響力を拡大することに成功した。しかし昨年9月、トルコの支援で軍備を増強したアゼルバイジャンが電撃的な作戦でカラバフを制圧。これによってロシア停戦維持部隊の存在意義は失われた形となっていた。アルメニアのパシニャン首相は加盟国支援の義務を果たさなかったとして、ロシア主導の軍事同盟集団安全保障条約機構 CSTO とロシアを繰り返し批判。昨年11月の CSTO 首脳会議を欠席した。今年2月にはアルメニアは CSTO への参加を凍結したと述べ、ロシアのウクライナ侵略について不支持も明言。4月22日にはなぜ同盟にとどまる必要があるのかという国民の質問に私は答えられないと、アルメニアが CSTO から離脱する可能性を示唆した。パシニャン氏はロシアから距離を置く一方で欧米への接近を強めている。4月5日にはブリンケン米国務長官、欧州連合 EU のフォンデア・ライエン欧州委員長らとブリュッセルで会談した。 EU はアルメニアに今後4年間で2億7000万ユーロ約453億円を支援すると発表した。こうした動きにロシアは反発している。ロシア外務省のザハロワ報道官は4月、パシニャン氏の対ロ非難を無根拠だと批判。アルメニアと欧米が軍事協力でも合意したとの報道があるとし、アルメニアはロシアに釈明すべきだ、理想は合意の取り消しだと述べた。欧米の狙いはロシアとアルメニアの関係破壊だとも主張した。ロシア下院のスルツキ国際問題委員長も4月、パシニャン氏はアルメニアにウクライナの道を歩ませていると述べ、ロシアがアルメニアに武力行使する可能性さえちらつかせた。ロシアはナゴルノカラバフに平和維持軍を派遣しているにもかかわらず、アゼルバイジャン武力行使を傍観。その上アルメニア批判。同盟国のアルメニアがロシアに不信感を抱くのは当然と言える。 CSTO 脱退も示唆しており、今後アルメニアのロシア離れは加速し、欧米化が進むと思われます。他にも隣国カザフは対ロ制裁の体制を守ると、トカエフ大統領は制裁漏れについて発言。ロシアは同盟国の信頼を失いつつあります。ロシア弱体化は免れず、すべては自業自得でしょう。ロシアのヘリがモスクワで破壊された。ウクライナが発表。機体が炎上する映像も公開。モスクワの空港でヘリが放火された。ウクライナ国防省情報総局 GUR は2024年4月26日、モスクワにあるロシア国防省のオスタフエボ空港で KA-32 ヘリコプターが破壊されたと発表。 KA-32 が放火され炎上している映像を公開しました。 KA-32 は軍用の KA-27 の民間型で二重反転ローターが特徴のヘリコプターです。
GUR によると、空港はロシア国防省と天然ガス企業ガスプロム傘下の航空会社ガスプロムアビアが共同で運営しているとのこと。破壊されたヘリコプターはウクライナへの全面侵攻を続けるロシア軍の作戦を支援するために使用されたとしています。どのようにしてヘリコプターを破壊したのかは明らかにしていません。 NATO 加盟国へのロシアのハイブリッド攻撃を深く懸念。北大西洋条約機構 NATO は2日、 NATO 加盟国はチェコ共和国、エストニア、ドイツ、ラトビア、リトアニア、ポーランド、英国がロシアのハイブリッド攻撃を受けていることを深く懸念していると発表した。声明で、ロシアによるハイブリッド攻撃はロシアが欧州大西洋地域で引き続き激化させている活動の一環であり、 NATO 加盟国はこのような攻撃への対応を引き続き強化すると表明。ロシアの行動が加盟国によるウクライナへの支援継続を阻むことはないとした。ロシアの大規模ウクライナ空爆に NATO 軍戦闘機が一斉起動。ロシアの空爆が激しくなるにつれ、ポーランドなどウクライナ周辺の NATO 加盟国ではウクライナの次になることを恐れる緊張感に満ちている。ポーランド空軍をはじめとする北大西洋条約機構 NATO 加盟国の戦闘機が一時起動して臨戦態勢に入った。4月26日、ロシアがウクライナに大規模な空爆を行った時だ。ポーランド軍作戦司令部は4月26日夜、ポーランド軍の軍用機が作戦遂行中であると発表し、同国南東部では騒音レベルが上昇する可能性があると住民に対して警告した。この発表は、ロシア軍がウクライナのドニプロペトロウシク州、イバーノフランキーウシク州、リビウ州に点在するエネルギー施設に対し、大規模なミサイル攻撃を行った中でもたらされた。ウクライナ空軍はロシア軍が発射したミサイル24機のうち21機を破壊したと発表している。ハイマースロケット砲攻撃が集合したロシア兵士を直撃。ウクライナが公開した衝撃の瞬間、ポーランド軍は X への投稿でこう書いた。ウクライナ領土内にある複数の目標に対して実行されたミサイル攻撃に関連してロシア連邦の活動が確認された。我が国の領空の安全を確保するため必要なすべての手段を実行する。数時間後、続報を伝える投稿で、ポーランド軍はウクライナに対して再び行われた波状的な長距離攻撃を受けて、ポーランドと同盟国の軍用機は臨戦態勢にあると述べた。ポーランド語からの翻訳による。審判があれば戦う。ポーランドは3月24日にウクライナ西部を狙ったロシアのミサイルがポーランド領空を39秒間侵犯したと激しく抗議したばかりだ。本市からのコメント要請に対し、ポーランド国防省は2つ目の X への投稿に言及した上で、当軍の作戦司令部とは常時連絡を取り合っていると付け加えた。作戦司令部は任務を果たし、ポーランドの軍用機を臨戦態勢に置いている。同盟国軍も同様の行動を行っている。今回は領空侵犯のような一触即発の事件はなかったが、ポーランドはロシアがウクライナの次に狙うのは隣国のポーランドをはじめとする NATO 加盟国だと神経を尖らせてきた。プーチンは核攻撃も辞さないと西側諸国を脅し、ポーランドやリトアニア、ラトビア、いずれも NATO 加盟国と隣接するベラルーシに核兵器を配備した。ポーランドのラドスワハ・シコルスキ外相は4月25日、ロシアと NATO の間で戦争が起きれば、ロシアの不可避的な敗北に終わると発言した。27日夜のミサイル攻撃では、ウクライナ最大の民間エネルギー企業 DTEC が、同社の火力発電所のうち4機が深刻な被害を受けたと発表した。ただし、それらの施設がどこにあるのか、詳細な情報は提供しなかった。キーウへの電力源も、ロシアはウクライナの重要インフラへの攻撃を強化しており、
ウクライナ全土の火力発電所を破壊している。その中にはトリピーリャ発電所も含まれている。この発電所は首都キーウやジトーミル、チェルカースイといった地域への主要な電力供給源だ。27日夜の攻撃の一部は前線から数百キロ離れた場所で発生した。リビウ州ではロシアの巡航および極超音速ミサイルがストルイおよびチェルボノフラド近くにある2つのエネルギー施設に命中した。同州のマクシム・コジツキー知事の情報だ。一方、イバーノ・フランキウシク州の知事も空爆でエネルギー施設1基が標的となったと述べた。